部屋寒いよ。こういうコスプレってさ、どうしてもさ薄着じゃん、ね、暖房ガンガンですよ。こんばんは、メリクリです。さっき博多駅のとこ、博多駅の前に通ったらすごい人がいっぱいいたので帰ってきました。何もすることなく帰ってきました。たっちゃんさん、ありがとうございます。きょさん、ありがとうございます。きょさん、ごちゃん、ばちさん、ありがとうございます。たっちゃんさん、パパさん、ありがとうございます。トトロ、あ、トトロ現象すごいたくさんいらっしゃった、嬉しかったです。イエーイ、こんばんは。ただの魚さん、ありがとうございます。追加した、やった、嬉しい、楽しみにしてますね。はるさん、ありがとうございます。ななみんちゃん、ありがとうございます。てんきゅうさん、ただたんたんさん、ありがとうございます。メイビーさん、ありがとうございます。ねえ、すごい人がいっぱいいらっしゃいました。博多駅すごかった。なんかあれ、今日って平日だよねと思うくらい人がいっぱいいた。そう、さっきツイッターでツイートしたんだけど、熊本日日新聞さんの今日そう行かせていただいて、インタビューをしていただいて、明日の朝刊に載るので、そう掲載される予定なので、ぜひね。あ、ひかるさん、ありがとうございます。ぜひ熊本にお住まいの方はぜひチェックしてみてください。さとみんさん、ありがとうございます。そう、昔ね、そうミクさんがみんな乗ってるって言ってフラフープしながら CM してた熊本日日新聞さんです。ふふふ、七瀬さん、ありがとうございます。まあちょっと明日また朝とかにツイートするんだけど、そうそうそう、まあまあまあ楽しみにしててください。ありがたいことに、そう、さあちゃんと二人で。まーさんさん、ありがとうございます。滋賀の DD さん、ありがとうございます。そう、でもまあわかんないけど、ちょっとどこまで、まあ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 、また明日別のこともツイートすると思うので、そちらもぜひご覧ください。とりあえずね、今日言える情報は今日言いました。また明日、そう、違う情報も発信できると思いますので、お楽しみに。韓国の、韓国のイオンジュさん。あ、違う。あ、ちょっと、イオンジュさん、ありがとうございます。シンジーちゃんさん、ありがとうございます。ニャンタさん、ありがとうございます。明日また、ポスト。に投稿します。ポストじゃないわ、 X に投稿します。こんばんは。まあ、うん、楽しみにしててね。今日言った内容でなんかふわふわした内容がちょっと、はい、ちょっとわかるよって感じ。アルバートさん、ありがとうございます。明日またツイート、ポスト、投稿するので見てください。チェックしててください。初めてプレス聞くんや。私さ、小学生の頃かな、だいぶ昔にすごいプライベートでお母さんとお兄ちゃんと熊本日日新聞さんの見学に行ったんだよね、本社の。本社のなんか見学できるイベントがあって、そう見学に行ったの、すごい昔に。それぶりに行きました。タダタンタンさん、ありがとうございます。コルギさん、ありがとうございます。トモセッタンさん、ありがとうございます。モギタテリンゴさん、ありがとうございます。こんばんは。そう、それぶりにお邪魔しました。もう何年前だろうってぐらいすごい昔なんだけど。
そう2度目なの。実はプライベートで見学行ってるの。なんかね、昔の新聞のする方法みたいなとか、いろいろなんか展示物とかもあったりして、そう私が小学生の頃かな。そう見学に行った時はそんな感じだった。そうそう版画みたいな、そんな感じの展示物があったりして、そうそういうのをね見たり話を聞いたりするっていう見学があったんですよ。私が小学生かな、そのぐらいの時だから10年以上前ですね。ただの魚さんありがとうございます。さとここさんとはまた別件です。ゆうまさんありがとうございます。そう行ったことあるんですって言って。そうなんかイベントかな、なんかイベントに当たったかなんかでね行ったんですよ、お母さんとお兄ちゃんとプライベートで。おかゆさんありがとうございます。ミフィラスさんありがとうございます。こんばんは。クリスマスプレゼント私は昨日の抽選会でゲットしました。バウチさんありがとうございます。ぼちゃんさんありがとうございます。しんじちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。そうここにあるんだけどまだね開けてないの。そうちょっとバタバタしてて開ける暇がなくて開けてないの。はるみさんありがとうございます。ノエルさんありがとうございます。みんなのところにクリスマスプレゼントは届きましたか、教えていいよ。みんなのところに届いた、クリスマスプレゼンツは。カメさんありがとうございます。ボちゃんさんありがとうございます。迷ってるって、不思議。不思議だ。見てでかいの、じゃんじゃかじゃーん、キャー、ご立派なものをいただきました。サタココの激辛が想像ね、すごいよね、私も自分でもびっくり。キャロあもう一生覚えられない、キャロナイザースパラーみたいな。ねあれだって辛いんですってよ、世の中の中でもだいぶ。キャロナイザリーパーだ、一生覚えられないんだよねこのカタカナ。キャロナイザリーパーって世の中でも結構さ辛い香辛料じゃない。そうそれがね結構食べられて不思議。りょうたさんありがとうございます。かずやにんにさんありがとうございます。そう北極好き、一人でモンコタンメンの中本さん行って北極食べる。パクパク。井上幸寛さんありがとうございます。ミスターホワイトさんありがとうございます。なので皆様ぜひ覚えてあのお待ちしてます。関係者各名の皆さんお待ちしております。こんばんは。なんか美味しかった、全然バウチさんありがとうございます。ねえいつかね激辛番組とか出てみたいですね、やりたい。別五郎三世さんありがとうございます。普通の麻婆麺、あでもあの麻婆麺結構冷凍のだよね、蒙古タンメン、あれ結構比較的辛い方じゃない。しんじいちゃんさんありがとうございます。あのお店であそこまで辛いのを何プラスしたのは
初めてなんだってそう、そうお店の方も「え入れますか?」みたいな。でも結構ディレクターさんとかがノリノリで「えあまだあるんですか?」みたいなアルバートさんありがとうございますはるみさんありがとうございます。麦立てりんごさんありがとうございます。そう記録保持します。そう記録作ったのでちょっと我こそはっていう人は行ってくださいあの下通りアーケードにあります。熊本の下通りアーケードにちょっと一本はず中に入ったところにあるけどすごい行きやすいところにあるのでぜひさあ皆様我こそは辛いものが得意じゃって人ははい一緒になんて言うんですか対決しましょうマルッチさんありがとうございます梅スイッチオンさんありがとうございます。すごい行きやすい場所にある。最初はねそんな辛くなかったけどね何も入れてない状態だとあんま辛くない。キャロライナリーパーを入れないのもあります。あります全然あるよフォレストさんありがとうございます。そうスタッフさんになんかやりたいことをねこのままなんかだいぶ前に言ったんですよ。ここに行ってみたいとかあっこに行ってみたいとかああいうことしたいっていう中で激辛料理を食べて、ね、辛いもの好きだから激辛料理が食べてみたいですって言ったらそうそうそう願いが叶いましたこんばんは。見てみてください。いざチャレンジだ辛いのは感じるけど、なんだろう、美味しいよねってなる。辛いは辛いけどね、なんて言うんだろう、食べれないっていうよりかは美味しい、イエーイって感じはるみさんありがとうございます。特技の欄に書いてないから来年から書く。来年次株社が変わるときに書く汗はかきますね。やっぱり熱いものとか辛いもの食べてると汗はかく。私は特に鼻にかきます。鼻周りに汗かく。来年の公式プロフィールが更新するときに申請を出したいと思いますおもんない人さんありがとうございます。パパさんありがとうございます。しんじいちゃんさんありがとうございます。みみさんありがとうございます。1377日ありがとうございます。1377ありがとうございます。おめでとうありがとうございます。メイビーさんありがとうございます。おめでとうありがとうございます。ねえぜひなんか他のねやつも挑戦してみたいですね。ナナシさんありがとうございます。わさび系の辛さも好き。はるみさんありがとうございます。やった今赤い服着てるからさ辛く見えるわけわからないこと言われてねマーサーさんありがとうございます。お腹はね割と平気かも。うん赤いから軽く見えるかな。まあ赤お花のどんな感じかな。毎年私最近プロフィール公式プロフィール特に変更してなかったけど来年は絶対に変更するぞそう最近はさ背も伸びてないしそう特に変更するとこないなと思ってたんだけど来年は絶対に変更するぞ。
フォレストさん、ありがとうございます。キャロライナ・リーパーさん、そう、世界、そう、世の中でもかなり辛い方なんですって。長崎に、そうなの、行ってみたい。そう、特技激辛料理って書くと絶対忘れない、絶対忘れないんだからいつになるか分かんないんだけど、絶対に忘れないんだから。収穫するで、そうなの、わお。でも美味しかった。なんかもつとか結構ちゃんと具が入ってて美味しかったです。あ、油揚げとかもつとか、なんか本当に具沢山のお鍋で、最後チーズリゾットで本当に美味しい。なんか辛いの苦手な人は、そう、辛いもの入れずに食べたらいいと思います普通に全然美味しいよ美味しいから、そう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 、具沢山で美味しいので、辛いのを入れずに食べることもできるので、リゾットはもうあの締めです。そう、具を食べたら、そう、あの作ってくださいます、お店の方が。そう、チーズリゾット。私カレーはね甘口派なんだうん、カレーはね辛いのも食べれるんだけど、自ら食べるってなると甘いのためにいっちゃう。なんだろうねよくわかんないけど、まあそう、まあ辛みっこのね、辛い調味料をね入れずに食べることもできますので。特技はね増えるのよ複数になります、私の特技が。カレーで辛いのも好きなんだけど、そう、なんかカレーだったら甘いのを好んで食べるね。うん、なんだろうねはるみさん、ありがとうございます。だからココイチとか普通かちょっと甘口の食べるかもそう、カレーはね結構な甘いというか、まあ、中間か甘いぐらいが好きなの。一番好きなカレールーはバーモンドカレーの甘口ですでヘッド。タタタンタンさん、ありがとうございます。トモセッタンさん、ありがとうございます。なんだろうね、私もよくわかんない。カレーはなんか甘い方が好きかも。まあ辛いのも好きだけどね。麻婆豆腐のしびれ系はいける。うん、なんかチン麻婆豆腐っていうのが私の好きな中華料理屋さんにあるんですよ。そう、美味しいよ。なんかもう何、鷹の爪が入ってんの、丸々グロって入ってんの、丸々鷹の爪とかが、めっちゃ美味しい。 DNA なのかな、どうなんだろうね。口はね痛くなんないかな。いつから辛いもん、確かになんか昔あんま食べれなかったんだけど、それこそなんか蒙古タンメンとかに出会いは、なんかねお父さんとかがなんか家族がキムチ鍋食べてる時とかにちょくちょくもらい始めて、だんだん辛いもの食べれるようになってったのかな。あ、でも蒙古タンメンに出会ったのもありそうでもあと家族辛いもの好きです。みんなチンマーボー豆腐食べる中華料理屋さん行ったらみんなチンマーボー豆腐の、なんかそう、普通のマーボー豆腐よりもうちょっと辛めのやつみんなで食べる。はるみさん、ありがとうございます。そう、でも蒙古タンメンでやってから結構自ら一人で辛いものを食べるようになったかもね。え、
東京行った時は一人で中本に行ってルン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 って行ってそう、1日に2回食べること、なんか2日に3回ぐらい食べる食べ過ぎさすがにそうだから麺は少なめとかにしてもらうんだけど、そう麺をすごい減らしてもらえるんですよ、麺半分でとか言えるので麺半分でお願いしますって言いながら、そうだったら1日ね麺を 100% にして1回でいいじゃんと思うかもしれないけどね、そう麺を半分にしてなんか中本さんって期間限定のなんかメニューがあるんですよ。しかもなんだっけ、店舗によってそう違ったりするの、売られてる期間とか販売されてる期間が違ったりするから期待じゃんね中本よりおすすめ、本当に行きとーい、そう量は少なく回数多くって感じブータン、へえそうなの、行ってみたい、なんかねまたなんかチャレンジしたいな、またなんか企画とかで行けたら嬉しいなさあちゃんと平井さん巻き込むっていうマルッチさんありがとうございます。シューマニアさんありがとうございます。うん、お二人はね喜ば、そりゃ喜ばない、私だけだよねこんなルンルンするのは、とてもルンルンしてます、ルンルンワクワクそうだそう、私これ開けたかったんだよね、昨日いただいたやつ、そうプレゼント開封したい、開けたー、すごくない、じゃん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 、あらら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 、じゃーん、すごい重たいしでかい、すごっ、よし、じゃーんね、この袋がすごいクリスマスって感じがする、メリークリスマスって書いてる、じゃーん、キャー、素敵、嬉しい、なんかさクリスマスプレゼントってさでかいと嬉しかったよねでかいと気分上がったよね、袋がさでかいとさ気分上がるよね、ちっちゃい頃よく気分上がってたな、しんじいちゃんさんありがとうございます。そう、私はお兄ちゃんがいたから、だいたい私が赤色の袋で、お兄ちゃんが青色の袋って感じだったの、毎年。へぇ、うわ、すごー、なにこれ、やばー、へぇ、すご、でかすごいよ、あすごい、ビッグカメラで買ってもらったんだこれめちゃめちゃビッグカメラって書いてあったじゃーん、キャー、これみんなに見えてる、パナソニックのスチーマーです、じゃんじゃかじゃーん、すごいよね、だってこれそう芸能人の方って誰が使ってるか、そう皆さん知ってますか、
このパナソニック の, あのスチーマー、スチーマーナノケア、田中みな実さんが使われてるんですよ。ひゃー、そう、顔に開ける当てるやつ、そうそう、顔に蒸気を当てていくやつです。そう、田中みな実さんが使われてるの、これすごくないね。だってあのお肌がきれいなね、田中みな実さんが使われてるんですよ。ちょっと袋どうしよう、ちょっと袋後で綺麗にするね。でもなんかこんな大きいのもらったの初めてかもしれない。嬉しい、ありがとうございます。なんかやっぱ残り物には服がありますね。そう、私そう最後だったんですよ引くのが。もうだから行ったらそう、もう、うん、あの抽選って普通さ回すとガラガラ言うじゃん。ガラガラ言わなくて、全くなんかカランって感じで降りたんだけどでも中にもう何その何色付きの玉がもう1個しかなかったから、ガラガラ言わずになんかカシャッみたいな感じで降りてきたんだけど、そう最後だったのよ、たまたま。へえ、そうそうそう、残り物、そうラス1だったの。そうラス1なのよ。へえ、すごー、うわすごそうラスワンだったの、すごいよね。ラスワン、こんなに豪華なことあるキャー、ご立派よ、すごいご立派、よいしょ、キャー、すごい、よいしょ、すごい、なんかすごいよ、炊飯器みたいだよなんでラストだったの。昨日私もともと、はい、なんかその会場に始まりが遅い人だったから、そうそう会場に行くのが遅くて、最後らへん、もう最後の便というか、そうそうそう、なんか時間によって人がどんどんみんな会場入りするんだけど、昨日最後の時間の組で、でみんな抽選回してたんだけど、私そうどうせ抽選をさ回すなら、なんかメイクした顔で回したいなと思ったのと、あとなんだろう、そうあのメイクの時間が握手まで1時間しかなくって、あね、抽選行ってたら私メイク間に合わないかもしれないと思ってあ大変だと思って、先にメイクしようと思ってねシャカシャカメイクしてたら、もう握手の時間になったから、そう抽選回してる時間ないやと思って、チャ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 って、そう時間になったので握手に行って、そうそして帰ってきたらラスワンになってましたただたんたんさんありがとうございます。そう戻ってきたらラスワンでした。すごい、これどうやって使うんだろう、説明書ちゃんと読もう。今すごい、あったかいのも出るし冷たいのも出るんだって、すげえ。へー、オンスチーム、すごー、みずみず
しく明るい透明感のある肌へ、毛穴の目立ちにくい引き締まった張り感のある肌へ。すごー、すごー。なんかクレンジングって言ってメイク落とす、だから今私メイクしてるんだけど、メイク落とす前にも使えるんだって。スチームでメイクを緩めて落としやすくします、だって。そんなこともできるんだ、すげえ。私最近顔がさ乾燥してて困ってたんだよね。あ、お肌のために守ってください。使用の目安は使い始めは週2から3、使用1ヶ月後からは1日1回です。肌の様子を見ながら回数時間などを調整し使用してください、だって。ふむふむ、おお、そう、なるほどね。ふむふむ、ふむふむ、水道水、水道水ってさね、いろんな使い方がある。いや、水道水っての水だよね。浄水器通したら水道水じゃなくなる？浄水器などから作る浄水もご使用可能ですって書いてあった。よかった。ふむふむ、へえ、すごい、いろんな使い方があるよ。あ、頑張んなきゃね、使いこなそう。取り付ける、タンクを入れ、給水栓を閉める。すごー、なにこれ素敵。私もこれで田中みな実様になれるのね。へえ。へえ、すごい。ね、なんか初めて見たよ、こんな。私こんな説明書ちゃんと読んでるのも初めてかも。うん、なるほど。ふんふんふん。へえ、すごい。初めてこんな、私説明書真面目に読んでるわ。いろんなモードある。うん、分厚い。初めてよ、こんなに読んでるの。でもすごい、なんかウキウキしてきた。私頑張るわ。私頑張るわ、本当に。けー、頑張る。
頑張るわ使い方。でもなんとなく理解はできた。頑張るわ。いいいい素敵な女性になるわ。機械は得意じゃないわ。え何か言った？すごーい。どこに置こうかなこれ。ね。どこに置きましょうかこれ。リビングの真ん中に置いとこうかな。拝める？ただの魚さんありがとうございます。ね、素敵。すごい。私の部屋は何物がないんですよ。棚とかな何棚とか本な何もないの棚が。そうどうやって暮らしてるのって思われるかもしれないんですけど、そう私の部屋は棚がないんですよ。そう。でもなんか収納はできてるんだけど、そうそう。テーブル、そうテーブル、何か物が置けそうなのはテーブルしかないの。そうどうしてね棚がないのって感じなんだけど、私も不思議なんで棚持ってないんだろうと思う。そうだからその私の部屋にあるのはその机と、なんか今ソファー、まあソファーはまあいいじゃん、ベッド終わりっす。しんじいちゃんさんありがとうございます。うん、うん、生活感ないよね。でも私生活感ない方が結構好きなんだ。そうそうそう、そうね、テーブルの上に、まあちょっととりあえず今ソファーの上にまつっとこうかな。なんかふかふかのソファーの上にちょっとまつっとこうと思います。とりあえず素敵なの。とても素敵なものなので。はい、ここにちょっとしばらくはいてもらおうかな。毎日拝んで。じゃあ私これからね、あれじゃない、ちゃんと時間にね余裕を持った人にならないとね。私いつもさ夜もさ朝もバタ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 ってしちゃうからさ、うん、ちょっとね時間に余裕のある女性になりたいと思います。そう素敵なものだからこそソファーの上に祭ります。トモセッタンさんありがとうございます。ノップーさんありがとうございます。はるみさんありがとうございます。頑張ります。すごい素敵素敵だって自分じゃ絶対買えないもんね。私今乾燥肌だから絶対に使うよ。でもなんかね今日そう乾燥肌なんだけど、なんていうのかな、なんか化粧水ミストみたいなのをそうリノにおすすめされたやつを買って、今日メイクするときにそうミストをね顔に振りかけながらメイクしたら、そういつもよりね乾燥しなかったの、とっても嬉しい。ゴーちゃんありがとうございます。そうメイクの前にするやつとかもあるよね。すごいよ、メイクのメイク落とす前にもできるし、メイクする前にもできる。素晴らしいじゃない。確かにいつかスチーマー使いながら、まあ、私がもう顔にねもうスチームを当てながら配信しちゃったりするかもよ。
たっちゃんありがとうございます。パパさんありがとうございます。そう、今日はいつもよりね乾燥せずに過ごせました。とっても嬉しいです。確かに次のおしゃべり会でねちょっと肌ツヤツヤになれるように頑張るね。これで私が美顔器をゲットしたらもう田中みな実様です。ななみんちゃんありがとうございます。トナカイさん、ね、田中みな実様はこれのスチーマーにプラス美顔器を使われているので、私がこれでね美顔器をゲットしたものならば田中みな実様に結構私田中みな実様見るんですよ。ライブインスタライブ。縁側さんありがとうございます。そう田中さんもそう、田中さんは一緒なんです。田中みな実さんはね。寒い、信じられない。寒いんだけど。なんて言ったってこの下ノースリーブだもんね。寒い。大志くんありがとうございます。バイチさんありがとうございます。暖房つけてるけど寒い。なんだろう、サンタってさ何その袖ないやつ多いよね。中ノースリーブとか多くない？中これさ一応さなんか今ポンチョみたいなのさ肩からかけてるけどさ、この下ノースリーブなの。マーサンさんありがとうございます。まあなんだろう、おしゃれとかにはね、おしゃれとか我慢が必要って言いますもんね。そうそう、ノースリーブの上に羽織るとかが多いよね。ねえ、昨日とか一昨日とかおしゃべり会の会場はさあったかかったからよかったんだけど、今暖房効かせてるんだけどね。それでも寒い。わわうーねえ、12月に着るものなのにどうしてこんなに寒いのだろう。ちち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 あー乾燥、びっくりしちゃう。ミスターホワイトさんありがとうございます。うちちゃへえー、おしゃれ。あ、じゃあさ、もう明日からクリスマスマーケット終わっちゃうってこと？そうだよね。あ、今年1回だ。なんか去年とか2回とか行ったはずなのに今年1回だけだった。行ったの大名ガーデンの方に1回行ってから行ってないね。去年なんか、あ、そう、熊本にも行ったか。でも去年もうちょっと行った気がしたけど、わかんないけど。なんか寂しいね。なんかすごい天神とかサンタさんがいっぱいいたんですよ。そう、もうこんなにサンタがいるのってぐらいいっぱいサンタさんがいたんだけど、いなくなっちゃうのかな。なんか寂しいね。もぎたてりんごさんありがとうございますね。帰っちゃうんだ。
ねえ、なんかあんなにさ、サンタさんでもイルミネーションはさまださあるじゃん、博多とかなんか1月過ぎぐらいまでやってるじゃん。ねえ、でもサンタさんいなくなっちゃうのか、しょんぼりだね。なんか寂しくなっちゃうね。まあ来年会えるんだけど。そうだよね。ただたんたんさんありがとう。木の場所、ああ大名ガーデンの見た、あれすごいね。でもイルミネーションがまだあるのは嬉しいかも。ワク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 。マキーサさんありがとうございます。そっか、じゃあもうクリスマスが終わったから、もうみんながもう待つものは年末だ。もう年末一直線じゃんね。そうだよね、だって明日26日だよね。みんな分かってる、気づいてる、明日26日って。私は気づいてるようで気づいてないよね。1週間来た、やば。ナックスさんありがとうございます。バーチさんありがとうございます。ねえどんべい、そうね、私も掃除しない、掃除ねちょくちょくしていかなきゃだよね。ねえもう年末年始よ、信じられない。まあね、そうね、まだ公演もあるしハウステンボスもあるから。そうなんだけどさ、早いね。キャーン、いや明日26日だって。確かに今日だって街歩いてたら門松が飾られてたもん。お正月だよね。しんじちゃんさんありがとうございます。じゅんなゆうなさんありがとうございます。え、門松早い？門松飾られてたよなんかそう、今日なんか歩いてどっか歩いてたらパッと横見たら門松あったよフライングそうじゃあみんなもそろそろ仕事納め、素敵じゃない。うわー、で本当にだって1週間後はさ明けおめって言ってるんだよね。やばーいね。今カレンダー見て思った、1週間後1日だよ、明けおめって言ってる。仕事納めできるか頑張って。私もできるかな、振り返り終わるかなねえ2023年を振り返らなきゃ、そろそろ振り返っていこうっつって振り返らなきゃね。楽しかった1月ここてんが始まった2月卒業式みたいにフフ21歳になった8月急に8月に飛んじゃうのねはるみさんありがとうございます。確かにハウステンボスの空き時間で、でもどうなんだろう、今年のハウステンボスのスケジュールまだ知らないんだよ。にん、全然何もわかんないからな、どうしてるんだろうって感じ。あわあわ、頑張ろうっと。まあ24通は多分たまに今年のおせちとか送っちゃうと思うんだけどうん、そこはね、そこは許してちょう
あの新年明けての24つは多分美味しかったおせちとか、そうなんかすごい、うん、うん、ノリノリで送ってるかもしれない。いやそこは許してちょ。24あるから。きなこ餅 おいしいとかね、そう。きなこ餅うまとか送ってるかもしれないんだけど。そこのとこはね、そう、ちょっともう今年こそハラハラしたくない。なんか毎年ハラハラしてるじゃん。なんであんなハラハラしちゃうんだろうねってぐらいハラハラしてるじゃん。うん、できるだけハラハラせずに1月1日終われるように今年は頑張りたいと思います。目標だねこれ。うん、目標です。私の24通って1時間に1通以上、あ、まあ確かに、でも確かにそうだよね。もう24時間送れないしねメールはね。だから送りすぎじゃないってぐらいポンポコポンポコ送っていくべきだよね。一気にあなたは送りすぎじゃないってぐらいポンポコポンポコ送っていかないといけないよね。頑張ろう。こんばんは、うん、おやすみなさいませ。ゆっくり休んでくださいね。そう、下書きしたりするよ、かするよ、もちろん。そう、ポンポコポンポコ送っていきたいと思います。てかそんな話をする季節になってるのがもうびっくり。私は信じられない。2024年でしょ。写真は足りそうじゃない。うん、返信頑張る、頑張ってください。そうじゃんね、24通も来たらね、みんなもびっくりだよね。マキーサさんありがとうございます。気抜かずに1月1日過ごして1月2日は気抜きたいと思います。1日は気抜かずに頑張って、2日はもうね、気抜きで、もう気抜き散らかしていきたいと思います。ミスターホワイトさんありがとうございます。もう2日はタラーンってしとくね。1月です、もう。もう1日でもうやりきる。早っ。ねえ、のんびり過ごしましょう。皆さんものんびり過ごせる方はのんびり過ごそうね。私ものんびり過ごせる時間はのんびり過ごします。ね、正月になっちゃうかもしれないね。じゃあ今26分なので30分になったらランキングを見ます。こんばんは。でもお正月とっても楽しみ、ワクワクしてる。何して過ごそうかなってすごい思ってます。あ、そうなの。いやー、ゆっくり休んで、その2日でね。ワレスさんありがとうございます。サーカンはいいね。お年玉は多分ね、期待はしない方がいいと思ってる。でも私は4年大学に通ってたらまだ大学生の身だから、そう、まだね。もし私が4年大学に通ってたらの話ね。だからまあ少々期待はしてるよ。一応ね、まだ学生だもん。大事じゃん。結構そこの基準って大事だと思う。まあ言うと学生じゃないんだけど。働いてるんだけど。って感じ。ロムさんありがとうございます。まああの、いただく準備はいつでもできてますよって感じ。
はい、いただく準備はいつでも大丈夫ですよっていうねルンルンしていきたいと思います。いくつになってもね、クリスマスとお正月はルンルンしたいと思います。ワク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 、ありがとうございます。まあ、とりあえず明日はエミリーさんの生誕祭で。おお、意外となんか楽しみなことがちょくちょくありそうな年末ですね。28日もワンちゃんね、あるかもしれないし、29日はミクさんの卒業公演、30日はリナチのハッピーバースデー、31日はハウステンボス、楽しみましょうみんなで。残りの2023年も楽しく過ごしましょう。楽しく過ごして素敵な2024年を迎えましょう。ではランキングを見たいと思います。よいしょ13位はるさん、ありがとうございます。12位たっちゃん、ありがとうございます。11位ミスターホワイトさん、ありがとうございます。10位トモセッタンさん、ありがとうございます。9位パパさん、ありがとうございます。8位ただの魚さん、ありがとうございます。7位ただタンタンさん、ありがとうございます。6位しんじいちゃんさん、ありがとうございます。5位はるみさん、ありがとうございます。4位バウチさん、ありがとうございます。3位もぎたてりんごさん、ありがとうございます。2位ひかるさん、ありがとうございます。1位ななみんちゃん、ありがとうございます。よいしょよいしょ。それでは今日も見てください、聞いてくださりありがとうございました。皆様ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。メリークリスマス。